サムニウム人からの賄賂を拒むデンタトゥスは、ホーファールとフリンクにより1656年に描かれた絵画。古代ローマの執政官であるマニウスクリウスデンタトゥスが、サムニウム人からの金銀財宝の賄賂を断り株を手にする場面を描いている。アムステルダム視聴者向けに描かれた絵画で、現在もアムステルダム王宮の旧視聴室に飾られている。賄賂として描かれている。 金銀財宝の中には、オランダ黄金時代の銀細工師である、アダム・ファンフィア年作の水差しも描かれている。唯一残されたルネットの壁画この作品は、フェルディナント・ボルが1652年に描いた、ガイウス・ファブリキウスに像を見せるピロスの体になる作品として描かれた。アムステルダムの新視聴者を建設する際、前期統治を象徴する場面を芸術家たちに描かせ、 腕を競わせたものと見られている。視聴者は、ホラント王国時代に、フランスの占領を受けるイボナパルトの宮殿として、再利用されたが、この絵画とボルの絵画の2枚は、数世紀にわたり、宮殿内に残り続けていたことから、この2枚が、コンペティションの通過作だったと考えられる。フリンクはこの作品でボルよりも高い評価を得たと思われ、 この作品の完成後も引き続き視聴者ギャラリーのルネット部分の壁画も依頼されている。しかしフリンクは1660年に休止したため、完成した壁画は一つに止まっている。視聴室に飾られている様子この絵は、当時の出来事と歴史上の英雄的事項を対比するという人気のあった題材に基づいているが、1652年に全焼してしまった旧視聴者にも、 同じ題材の絵が飾られていたかどうか定かではない。構図の左では、メシいが焼いた株を大皿に乗せて、テーブルに置こうとしているところで、デンタトゥスは振り返りながら、左手で申し出を断る仕草をしている。彼の飼い犬は何が起こっているのかと見つめており、12人の死者は、デンタトゥスが全く興味を示さないことに驚いている。右下のハンラのメシいは、 ファンフィア連作の水差しの上にプラッター、大皿を持ち上げている。この水差しは何度も絵画に登場しているが、これほど大きく描いている絵は他になく、ちょうど目線の行く場所に描かれており、絵の由来を示す詩の真上にある。この絵は、視聴室の段度飾りの上にかけられている。この作品以降にも、同じ題材を描いた絵画が、複数存在するが、そのうち、 ヤンステーンが描いた作品については、美術史屋のコルネリス・ホフステーデでフロートによって、独裁官に任命されるキンキナトゥスという別人、別題材の名称で解説されたことがある。ありがとうございます。